画面中的 AI 空拍机，还有像书包的改良款轻型背包，各种新商品陈列在日本百货超显眼的快闪店内，现场超多实用品，还有玩具都能直接体验使用。北海道初上陸のニコボというロボットになります。こうやって抱きかかえてあげて、こうやって本当になんか生き物のような感じで。今なんか言った。持ち上げられたこととか、あこれ今多分ちょっと鼻歌うとか歌ったりとか、機嫌がいいと鼻歌うだったり、たまにおならしたりもします。除了疗愈系的互动玩具，最吸睛的还有进化版的迷你电动刮胡刀。男性だったらひげで体験できるとのことだったんですが、女性でもひげのシートを用意していただいてるので体験ができるとのことです。ひげ剃りってこういう感覚なんですね。プレゼント用とかにも大変人気な商品みたいです。筹办单位表示，体验店最大的特色就是只给试用，但不贩售。我々はですね、体験型の店舗ということで、売ることを主目的にしないビジネスモデルを提唱しております。提供自家产品来展示的厂商只需要支付场地费，而筹办单位则是透过现场 AI 摄影机拍下，并且统计注意商品超过五秒的顾客数，以及及时记录这些人接触产品的反应，再把资料统整之后回报厂商。普段こう接点を持ちにくいブランド様とお客様の接点を作ることができるところが一番のメリットです。简单说，体验快闪店最大的用意就是市场调查。而筹办单位表示，精准的数据可以让企业厂商清楚了解到产品的目标群还有讨论度。而这一次锁定札幌的百货公司，考量的就是人潮与北海道众多的外国游客，希望透过快闪的体验打开市场消费族群的接受力，还有商品的知名度。TVBS新闻徐启邦综合报道。